違うな。ちょっ、カルネージーボーム。ダメだ。わっ、あれ、お兄ちゃん、あ、違うの、これは、そういうわけじゃなくて、一体何をやってたんだ？あのね、笑わない？笑わないよ。絶対だよ。あのね、カルネージフォームになる練習をしてたの。どういうこと？私もみんなみたいにカルネージフォームになれれば一緒に戦える、チキヨメ P を助けに行けるって思ったの。チキヨメ P の歌聞いてると元気になれるんだ。だから恩返しがしたくて。チキ、あのね、私も一緒に戦いたい。お兄ちゃんたちの本当の仲間になりたい。何言ってるの？俺たちはもう一緒に戦ってるし、本当の仲間じゃないのか？お兄ちゃん、俺には俺にしかできないことがあるし、チキにはチキにしかできないことがある。それを補い合えるのが本当の仲間だと思うよ。本当に？私、ちゃんとお兄ちゃんたちの役に立ててる？ああ、チキはここでちゃんと戦っている。うん、だからカルネージフォームになんかならなくてもいいんだよ。そっか、そうだよね。うん、私は私にやれることを精一杯頑張るよ。ありがとうお兄ちゃん。次は、これでいい。それじゃあいくよ。レディアントユニティ。僧侶ギリア。
やった。どうも。それじゃあ。ふふふ。大成功。それじゃあ。やった。どうも。これでいいかな？それじゃあ。大成功。このレディアント。次は知りたいジャンルを選んでね。どんなことを知りたいの？他にご用は？バイバイ。いつきくん、やるわ。いつき？どうしました？え？実はいつきに探してきてほしいものがあるの。これ見てちょうだい。へえ、キリアさんって。感想は求めていないわ。ごめんなさい、ゲン様。いえ、このマスコットを探してきてほしいの。この間大玉に収録に行った時に落としてしまったみたいなの。頼める？わかりました、探してみます。助かるわ。画像送っておくわね。見つけたら連絡をちょうだい。よ、翼ならこういうの直せるかな。
くん、お疲れ様。私に何かご用かしら。綾葉さんが裁縫得意だって聞いたんで、これ直してもらえませんか。これは、いつきくん、これは君が自分で直すのがいいんじゃない。え、なんとなくだけど、そっちの方がいいと思うな、私は。はあ。大丈夫、私が責任を持って教えてあげるから。ちょっと、どうでしょう。なかなか味があっていいじゃない。さ、早速渡してきてあげたら。あれ、渡してきたらって、どうして俺のじゃないって分かったんですか。女の勘ってことで一つ。ああ、とにかく渡してきます。ありがとうございました。お疲れ様、いつき。ありがとう、助かったわ。いえ。どうしたの。実は拾った時に結構ひどいありさまで。月が直してくれたの。ごめんなさい、勝手なことをしちゃって。別に迷惑じゃない。ねえ、いつき。私、次のライブで歌う新曲がうまくいってなくて、ちょっと悩んでたんだ。源様のことも気になってたし。だけど、あなたが源様を見つけてくれて、直してくれた。これを握っていると、不思議な気持ちが湧き上がってくる。この気持ちを歌に乗せれば、きっと。いつき、次のライブ絶対見に来なさい。一味違うステージを見せてあげる。
フォーマー新しいレディア。パフォーマーが。これでいいかな？それじゃあユニティするよ。行くよ。レディアントユニティ。総領ギリア。駆け上がるわよ、スターダム。その人形、以前よりも大事にしているように見えるのは私の気のせいかしら。気のせいよ。少女みたいにはしゃいじゃって。一応可愛いところもあるのね。うるさい。トピック見たか？すごい反響だったぞ。今日のキリアはいつもより乗ってたって。確かに今日のはすごかったな。いつもよりハイテンションだったっていうか、まさか彼氏ができたとか？ないない、今までだって浮いた話全くなかったんだから。まあ近寄りがたいからな、あの人。でも今日のキリアさんならありあり。いいいいいい、お疲れ様です。お疲れ様。お待たせ。お疲れ様です。ねえ、どうだった今日のライブ。前回よりも良かったです。一味違うってその通りでした。そうかもね。あのね、今日のライブうまくいったのは五木が源様あのマスコット直してくれたから。そう言ってもらえると俺も嬉しいです。
つき、その、どう思った？あのマスコット、あんなものを持ち歩いている私、似合ってないっていうか、その気持ち悪いでしょ。なんだかほっとしました。キリアさんって普段クールで怖いイメージがあったんですが、こういうのも好きなんだなって。え、それにあのマスコット、なんだか不器用な感じがちょっとキリアさんに似てるなって。バカ野郎。すみません。あんなの別に好きじゃない。形見みたいなもの。形見？別にいいでしょ。それじゃあ打ち合わせがあるから行くわ。じゃあね。